年取り組んでいるのが常治大学教授アルフォンス・デイケンさんですデイケンさんは大学で市の哲学の講義をする傍ら生と死を考える会の会長として市への準備教育の必要性などを説いてきました1932年ドイツに生まれたデイケンさんは大学で哲学を学び1959年に来日しました 現在は日本の永住権も取得しています。死と向き合った人々へのカウンセリングなどをしてきたデイケンさんに私はあの上智大学で死の哲学を教えています。1975年から始めましたんですけれども、その時はあのすでにまあヨーロッパとアメリカは死生学に関する 関心はとても盛んになりましたけれども、まあ、日本はまだ死のタブー化の真っ最中でしたでその時はまあ学生はそういうテーマを嫌がって集まらないじゃないかとあの、えー、やはり心配したあの先生方もいましたで裁判に大勢の人は応募し,応募してそして今現在はだいたい毎年600人ぐらいも申し込んでいます、まあ うちは大学で460人しか受け取らないからまあ抽選で決めています。で死の哲学を受講した学生はよくあの最後の試験答案であのこういうことも付け加えます。あの私は今までいつも死について学ぶことは暗いニヒルなことだと思ったんですけれども今 やっぱり人間らしい死に方について学ぶということはどれほど大切な課題である分かりましたありがとうございますとよく付け加えますでしかし一般市民はまあまだね死へのタブー化は根強く残っています私は実は時々まあユーモラスな体験でそういう死のタブー化について分かりました まあ最近は十数年前は日本で市の臨床研究会が生まれましたそして毎年秋は全国から大体1,000人ぐらいの医者と看護婦が集まって研究を発表します、まあ、4年前私は一応まあ会長を務めましたがその時は上智大学でその大会をあの開きました そのために当然四ツ谷駅前あるいは校内でたくさんの縦看板を出しました市の臨床研究会しかもその会は13回市の臨床研究会でした同じ土曜日と日曜日はあの上智大学のチャップルでたくさんの結婚式もありましたちょうど日曜日は大半でしたところが今田舎から 田舎からいらした方は四つ駅を出て目の前で右も左も死への臨床研究会という建物を見ましたときはいろんな人が文句してそれは取ってほしいとか結婚式のためにあの不思議なことじゃないかと言ってそしてあの私はあの会長としてまあ閉会の挨拶も皆さんにいました。もしもしう一度大学で市の臨床研究会を開きたいなら ぜひ、仏滅の日を選んでほしいということ。まあ、こうした例から見ますと、まあ、死はまだ随分タブー視されていますけれども、けれども私たちはあの死について学ばないと死を意識からあの締め出そうと思っていたらあの死と裏表の関係にある生きることへの意欲まで弱めてしまうと私は思います。 と言いますのは、特に私は最近は病院の中で終末期医療あるいはターミナルケアでやはりその医者と患者とのコミュニケーションあるいは家族と 患者とのコミュニケーションを随分研究していますけれどもどうももし患者さんは一生涯死をタブー化しますと医者もなかなか最後に眼告知できないしまたはその最後のコミュニケーションも非常に乏しいことではないかと思います。ですから私たちは、まあ、最後まで人間らしく生きるためにもっと一生涯死について 勉強しなきゃけなないいいじゃないかと思います、まあ、そういう意味で死への準備教育はあのもちろんそれは同時に、えー、その生への準備教育にもなりますしあるいは私たちのこれからの日本の文化の一つの大きい課題は、まあ、新しい 死の文化を創造しなきゃければないと思います。それは当然同時に新しい生き方を探る道にもなると私は思います。で、その確かに死というあの未知の世界を恐れることは。